ハイキューでショートコント。食欲。試合に負けてしまった。食え食え、少しずつでも確実に強くな。いや待って、ハイキューでショートコント。最強。くっそー、また負けた。俺に任せておけ。ふんふん、はっはっはっは。うおー、俺がいればお前は最強だ。むしろ俺いる。ハイキューでショートコント。土台。俺にはド派手なプレーは無理だけど、土台なら作ってやれる。まあ存分にやんなさいよ先輩。まあ存分にやんなさいよ。はい。リゼロでショートコント。サボるパック。お願いパック来て。どうエミリア、聞こえてる？なんでテレワークなの？必要な時、この剣は必要な時しか抜けないようになっているんだ。ああ、なるほどね。強い敵が出てきた。まだだね。モンスターが現れた。いやまだだね。タピオカを二人で飲むカップル。正解。リゼロでショートコント。ペテルギウス。あなた怠惰ですね。あ、ペテルギウス様だ。怠惰なあなたにいい話がありまして、この壺を買っていただければ絶対に幸せになれるんです。いや、ペテンギウス様だ。ヒロアカでショートコント。打ち消し。俺欲しい。見て。はい、じゃあこの問題わかる人。はい、ママ。あ、うお、先生のことママって言ったぞ。ママって呼んでるんだ。やっちまった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 。よし、自尊覚悟の打ち消し。バカなの。ヒロアカでショートコント。なりたい自分。いいのよお前は。いつの間にか忘れてしまった。血にとらわれることなんてない。なりたい自分になっていいんだよ。ぷんぷん、ハロー YouTube。 そういうことじゃないんだよね。鬼滅でショートコント。頑張れ炭治郎。付き合ってください。ごめんなさい。付き合ってください。いやマジでマジでマジで、すいません。まあ元気出しなよ炭治郎。頑張れ炭治郎、頑張れ。俺はできるやつだ。俺がくじけることは絶対にない。付き合ってください。なんで。鬼滅でショートコント。俺だけの型。これは俺の型だよ。俺が考えた俺だけの型。いつかこの技であんたと肩を並べて戦いたかった。雷の呼吸八の型。見たも。だっせ。鬼滅でショートコント。産婦人科の富岡先生。富岡さん、ここで働き始めたらしいな。見に行ってみよう。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。え、なんかこの病室叫んでる人いない？生殺与奪の剣を他人に握らせるな。いや鬼か。永遠の消防隊でショートコント。飴。やっぱ飴は噛んで食べるのが美味しいよな。うほほ、なめろ。え、なんで。食べ物は基本噛むのが自然だが、脳科学的には自然な行為をするよりも普段と違った特別な行為、つまり舐める方が脳にいい影響を与えるぞ。アンデラでショートコント。おままごと。ねえ、一緒におままごとしよう。ん？おままごと？楽しかったぜ。またどっかで遊ぼうぜ。トラウマなるわ。 SAO でショートコント。待ち伏せ。キリトさん、そこで待ち伏せてるやつ出てこいよ。私のハイニングスキルを見破るなんてなかなかね。ドリアさん？違うわ。おいてめえこら。え、じゃあドリアさん？いや、ロゼリアね。なんでドリアの方に寄せんねん。え、じゃあドリ？はい、もう殺す。